はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうね。さあ、今日は外でございます。なんで外に来たかと言いますと、今日はね、渋谷にやってまいりました。麦わらストアにやってきました。ただ麦わらストアでは通らない。まあ、いろいろあるからね。いろいろ多分許可とかあると思う。トーリナ T シャツが売ってる。そう、6月1日から発売されたんで、ちょっとそれを買って、何が出るかっていうのをちょっとやりたいと思います。それで行きましょう。お願いします。ちょっとじゃあ今から行ってきまーす。よし、ちょっと買いに行きましょう。行こう。行こう。逆、逆だよ。逆。こっちじゃない。立ち入り禁止って書いてあるんですよ。あ、そうなの。こっちだよ。あ、そう。こっちだよ。行きますよ。さあ、買ってまいりました。麦わらストアでいろいろね、 T シャツ以外もいろいろ買いました。いや、なんかいろいろあったね。やっぱ楽しいですね、あそこに行くと。今回、一番目当てだった、はい、T シャツ、バボン、やばい、バボンバボン、当たりは入ってるのかい、バボン。そう、まず今回はもうこれがどうしても欲しかったんですよ。この6月1日にね、発売されました2つの T シャツコレクション、全部ね、7種類あるんですけど、今回はね、5個買ってきました。で、一番欲しいのはやっぱりね、海賊王のデザイン。いいね、それ着たいんですよ、動画で。だから海賊王が出れば勝ちっす。あれ、外歩く、あれで。ちょっと外はなーって感じですけど、やっぱり行こう。あとは海軍大将とかもあるんですよ。その辺も出たらまあいいかなって。まあいいね。よし、1個目。はい、頼むよ。いきなり出ることもあるから、海賊王頼むよ。頼みます。いきなり出ることあるから、いきますよ。さあ1個目、こちらです。おおおお、いきなり出た。いきなり出た。やった。そんなことある。やった。いきなりもう山場迎えちゃった動画。やった。海賊王、いいね。これめっちゃいいじゃん。マジこれ動画で来たかったんだよ俺。冠がついてるね、ここに。いや、すげえ。やった。サイズはね、 L 全部、あのね、1種類しかないサイズは。 L サイズ、うん、イエーイ。やった。もうあと何出てもいいじゃん。あとは全部かぶらないこと。そう、かぶんないこと。確かにその振り感があるけど。さあ2個目いきまーす。さあ来い。さあ3人で選んだから、そういきます。はい、2つ目。何、そんなわけ。やめてよ、本当にやめてよ、そういうのね。嘘でしょ。ちょっと嘘でしょ。ちょっと、あんだけバラバラに撮ったのに。そんなことあります。逆にバラバラに撮んなよ、よかったのかな。あ、そうかも。何これ、こんなことある。あ、でもまあ欲しかったのが2個ある分には。まあそうだね、そうだね。まあ最悪の時代は避けれてはいるけど、3つはないっすから。さすがにね。さすがに3つはないよね。3つはやめてよ、さすがにやめて。いや、ほんとにやめてよ。いや、さすがにやめて。マジで頼むよ、ほんとに。いきます、3つ目。頼むよ。え、あ、よかった。来た来た。やば、熱、死の下界、ローの2つだ。やべえ。いや、よかった。一瞬色が黒っぽかったから。やめてくれよ、マジ焦った。かっこいい。しかも真ん中でズバッと切れてない、これ。なんかえ、かっこいい。これ色合いもいいね、紺に黄色ですね。え、かっこいい。真ん中で切れてるよ。なんかローをやっぱイメージしてるのかな。いやいやいや、もうだいぶいい結果じゃない。もう待って、これすげえドキドキすんな。いきます。3つはやめてよ、ほんとに。みんなちょっと期待してるんですよ。やめてよ、3つは。いきますよ、3つ目。当たったのはこちらです。何、あ、よかったー。何、シュデー。もう色から違う。さあ、これはババーン、泥棒猫。何さんのやつですね。かわいい、これオレンジで、もう完全に猫です。あ、猫すげえ、なんか持ってるベリーを。すごい。あ、これもいいね。あ、すごいすごい。さあラストですよ。違うの、海軍みたいよ、そろそろ。確かに海軍大将欲しいな。あー、そうだね、海軍大将欲しいね。最悪返品するから、これ。いやいや、こういうやつだからダメだよ。いきます、ラスト。当たったのはこちらです。海軍。お、何何来た。海軍だ。お、来た、勝った。もうこれ勝ちです、鷹の目。いや、かっこよ、これ。黒刀夜。わ、すごいすごい。目のとこが本当に目になってる、鷹の目。わ、すげえ、これ。イエーイ、よかった。というわけで、もう山場が最初に来るっていうパターンの動画でしたね。2枚連続、2枚連続は7分の5引いてかぶってる。そうだよ。まあ、なかなか、ね、かぶるっちゃかぶるか。まあまあまあ、でもまあこれかぶりでよかったね。まあね、かぶりの中でよかったね。他にはね、ソウルキング、ブルックのやつですね、あとマルコの不死鳥、あと海軍大将。海軍大将欲しかったな。欲しかったな。これちょっと欲しいね。これ一応7種類で1パック1300円プラス税で、麦わらストアであるみたいです。じゃあ
渡しに行こう。これ持ってさ、だってさ、誰か交換しませんか。あそこでね。それは1日待ってりゃ1人ぐらい来るかもね。で、他にも一応ね、グッズ買ったんですけど、これはまたおいおい動画にしたいと思います。で、あとですね、コミックのカバー投票やってきましたよ。6月4日から開催されてるやつ、我々3人で1票ずつ入れました。はい、どういうものかというと、あの麦わらストアとかでね、あの開催されてて、2018年6月4日から7月22日までの間で参加無料で投票できると。で、何を投票するかというと、コミックカバー、いやコミックの表紙、今までね1巻から89巻あったじゃないですか。でそれをどれが好きかっていうのを投票するんですよ。で、人気上位のイラストは90巻発売と同時に商品化なんだって。で、なんか商品として出るらしい。で、ちなみに投票した人の中から抽選で合計170名にワンピース原作商品特大セットをプレゼント。マジで欲しいこれ。で、これね、我々投票してきました。超悩む。マジで悩んだ、これ。僕は結局、やっぱ最新巻の89巻にしてたんだけど、なんかミーハーかなって思って。いやいやいや、やっぱかっこよかったじゃん、89巻。マジで。マジで表紙かっこよかった。マジ悩んだけど、結局やっぱりなんだかんだ好きな61巻ですね。要は新しい麦わらの一味が、その新世界に入る前の1巻と同じ感じでやられてるね。デザインされた61巻を僕は投票しました。え、2人どこやったの？僕はもうミンゴですわ。ミンゴ79巻。あ、79巻か。ミンゴ、ジトラ。あー、あれだ、79巻。ルフィがキアポーズ。あそこでしょ、もう。絶対あそこだよ。ギアホースだよ、だって。そしてミンゴがいるんだよ。ギアホースすげえ押すな。そしてミンゴがいるんだよ。銀って言っちゃってる。一回銀って言っちゃってる。もうこれしかないでしょ。絶対ワイパーですよ。いやいやいや、ワイパー好きなのはわかるけど、あんまり28巻入れる人いないと思うけどな。見たらかっこいい。いや、まあかっこいい。28巻、まあかっこいい。空島のね、あのサバイバルのとこだから。かっこいいんだけど、そんなに押してる人はあんま見たことない。28巻押してる人は。まあというわけで、僕らも投票したんでね、まあ皆さんちょっとどこ投票されますか。これちょっと予想動画俺撮りたいんだよね。近くなったら。そうそうそう、皆さんどこで投票しますかこれ。はい、そんな感じでございました。というわけで今回はこちら2つの T シャツ買ってきました。じゃあ誰か交換して、これ確かに1個交換したいな。あー、今日も見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。明日の立場はまたね。まさかのかぶり。